皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作よくチャンネル、どうもご視聴ありがとうございます。今日はですね、7月も下旬を迎えまして、子どもたちは、夏休みに突入しているところだとは思うんですけれども、6月7月と結構ですね、アンモナイトセンター行って化石発掘やってはいるんですけれども、雨天中止になってしまったりすることも多くて、あんまりこう気持ちよい化石発掘ではない状態なんですけれど、で、先週の日曜日にも体験発掘に行ってたわけなんですけれども、天気予報ではずっと一日曇りって出てたんで、大丈夫かなとは思ったんですけど、午前中のうちから霧雨が降ってまして、体験発掘のこの地面もこう、雨に濡れて、こう水がこう流れてきてるような状況で、久しぶりにこの土手のところを掘ってたんですけれども、土手は非常にこう、硬いんですね。こう高根が打ち込んでも入っていかなかったりするような硬さがあるところもあるんですけれども、そこにこう高根をこう2本くらい打ち込んでこうやってたんですけれども、当然こう雨降ってますので、もう下がこう滑っちゃって、足が滑るから力が入らないし、滑ったらこう狙いが外れて高根に当たらないし、でこうハンマーもその水で濡れちゃって滑ってこうすっぽ抜けちゃうし、もう全然、思うように掘れなくて、まともにちょっと成果が上げられなかったんですけれども、一応、午前の部だけ言うと、一応、琥珀が1個出ました。だいたい直径で5ミリ以下のちょっとちっちゃいやつですけど、琥珀が1つと、ちょっとクリーニング中にバラバラになっちゃったんですけど、一応サメの歯と思われるんですけど、サメの歯がのかけらが出てきました。はい。でゴムの部は団体さんが入ってたんですね、同時に。で団体さんがいる時はよほど天気がひどくない限りは結構されるってことだったんですけども、午前中から降り始まった霧雨が午後も結構降ってまして、さらにコンディションが悪くなっていきまして、ハンマーはすっぽ抜けちゃうわ、それから玉ねも入っていかないわ、体験発掘場に、団体のお客さんがもう50センチ隣ぐらいにいるもんですから、その思いっきりハンマーを振り下ろすわけにもいかないですからね、危険ですから。なので午後はほぼほぼ坊主といったような状況だったんですけれども、そんな中ですね、確実にアンモナイトを発掘できる方法というものが見つかりましたので紹介したいと思います。それがこちらですね。はい。小学館から出てます小学8年生という雑誌なんですけれども、8年生ってなんだよっていう話なんですけど、8という数字は1から6、小学1年生から6年生の1から6の数字の全てに変身することができると、このデジタル数字ですね。この8っていうデジタル数字は1から6のどれにでも変身ができるという、ニュアンスで、1年生から6年生まで全学年対応というような、内容の雑誌なんですけれども、基本的にはですね、毎回付録がついてきて、それにちなんだこう企画がいろいろ載ってる雑誌になるんですけれど、今回この、8月9月号は、東京で、恐竜博2019というものが今開催されているようなんですけれども、それにちなんでかいろいろと、恐竜だとか化石だとかのこう企画が載ってますね。はい。で今回のですね、この小学8年生の、メインの付録というものがですね、本物化石発掘体験キットというものがついてまして、こちら、アンモナイトの化石が必ず3つ入っているというもので、竹発掘キットって、やったことある方いるかと思うんですけど、要するにその石膏の中にアンモナイトとか、化石がこう埋まってて、それをこう掘って、楽しむ、竹発掘をできるキットなんですけれども、
このキットの中にですね、モロッコ産のアンモナイトの化石がこう3つ入ってるよということなんで、まあ今回ですね、非常に取れ高が少ないもんですから、それをまあ穴埋めするためにこちらの発掘体験キットでアンモナイト発掘していきたいと思います。はい、じゃあこの化石発掘体験キット開けてみたいと思います。制作責任表というのが入ってますね。で、こちらが石膏の塊ということになりますけども、石膏のブロックですね、この中にいい化石が入ってるようですけれども、はい、キットにはですね、こちらのホリホリスティックというですね、片側が、若干平たい、ヘラになってて、こっち側がブラシになってる、ホリホリスティックというものが付属してます。はい、じゃあ掘っていきたいと思います。まあこれ石膏なんでね、結構手が汚れたり、まあこう掘った後にこう周りにこう散らばっちゃったりするんで、まあこうやって、新聞紙とか下に敷いてやった方がいいと思いますね。はい、じゃあ掘っていきましょう。まあ掘り味はそんなに硬くない感じですけど、いかんせんこの掘るスティックがちっちゃいんで、時間はかかるのかなという気がしますね。はい、果たしてどの辺に埋まってるのかもちょっとわからないので、まあ化石を傷つけないようにしたいですよね。まず1個目のアンモナイトでしょうかね、ここにちょっと出てきてます。やっぱり、まあ、自分の手にはこのホリホリスティックがですねちょっとちっちゃすぎるんで、やっぱいつも使ってる道具使いましょうか。はい、というわけで、彫刻用の工具なんですけど、まあ、こっちはですね、さらに鋭利な道具になるので、化石を本当に傷つけたり壊したりしないように気をつけなきゃいけないですね、これね。はい、出ました。はい、確かに、まあ、アンモナイトなんでしょうけど、さて、はい、一つ目出ました、アンモナイトです。はい、黒いアンモナイトですね。若干テカリがありますけども、これはちゃんと全部出てんのか、なんかどうなんでしょうね。なんか中途半端に石に埋まってるような感じも受けますけど、はい、まず1個目アンモナイト出ました。所要時間最初の1個目で10分くらいかかりましたね。はい、はい、2個目出たんですけど、まだちょっと周りの石膏が取れきってないんでちょっと削りましょう。
はい、2個目のアンモナイトですね、1個目より若干大きいくらいかなという感じですね。はい、まあ表面はあの特徴的な6っていうのはあんまり見られない感じなんですけど、一応ちゃんと、渦は巻いてます。さあ3個目はこの辺から出そうですね。こっちの隅っこの方から出てきそうです。最後は勢いよく吹っ飛んでしまいましたが、一応これはちょっと6が見えるやつですかね、アンモナイト出てきました。あ、これもちょっとクリーニングしましょうか。はい、というわけで3つ目、結構綺麗な6が出てるアンモナイトです。まあ、直径はちょっと小さめですけれども出てきましたね、3つ目。はい、はい、というわけで今回、出てきたアンモナイトのこの3つですね。こちらからちょっと茶色っぽいアンモナイト、黒っぽいアンモナイトで、薄茶色っぽい、綺麗なロックの出てるアンモナイトということで、まあ、直径はまあそれぞれ2センチ以下のちっちゃいものですけれどもね、一応本物の化石ということで、ちゃんと3つ出てきました。はい、まあ、3つ化石が掘れましたら、こちらも付属してます、本物化石コレクションボックスというものなんですけど、こちらを組み立てますと先ほどの3つの、アンモナイトを飾ることができるということですね。はい、はい、こんな感じで、コレクションができます。はい、はい、というわけで、小学8年生、8、9月号の付録で、アンモナイトの発掘の方をやってみました。まあ、この小学8年生は、まあ、6月中に発売されたものだったんですけれども、まあ、まさに、この夏休みの自由研究なんかに使えるネタとかアイデアとかがいろいろ載ってますので、よろしければ本屋さんに行って買ってみてください。まあ、所要時間はいい大人の自分がやって、まあ、発掘に30分、この箱の作り方に、まあ、10分くらいかかります。まあ、お子さんがやると大体、まあ、1時間くらいの時間かかるんじゃないかなと思いますけれども、頑張ってやってみてください。というわけで最後までどうもご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画を見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。